レナ虐殺事件の犠牲者の遺体レナ虐殺事件とは、1912年4月17日に、ロシア帝国のシベリアのレナ川付近でストライキを行っていた、近郊労働者を、ロシア帝国軍が無差別に射殺した事件。ロシアの政治や、労働運動に衝撃を与え、革命家、ウラジーミルリアノフが、自身のペンネームを、レーニンにするきっかけになった事件とする説もある。 事件は、バイカル湖の北方、ボダイボの町から離れたレナ川沿岸にある、イギリス系企業レナキン株式会社の鉱山多数で起こった。1853年に、イルクーツク商人が設立した、レナキン産業会社は、レナ川流域に、多くの金山を開発して、ロシアの金の4分の1を生産していたが、20世紀、初頭に、英露協商が結ばれたことにより、 ロシア帝国は英国資本を受け入れ、レンゾロとも英国の均衡企業の参加に置かれた。当時、レンゾロとの株主には、セルゲイビッテ伯爵、ロシア皇太号、マリアフヨードロブナなどロシアの上流階級も多く、彼らには巨額の利益が入ったが、その源になったのは、均衡労働者の過酷な労働であった。労働者は1日に15時間から16時間働き、 労働者1000人ごとに700件以上の割合で、後遺症の残るような事故が起きていた。労働者は、安い給料の中から会社に対する罰金を払わざるを得ない場合もあったほか、給料の一部は、会社が経営する商店でしか使えない、クーポンの形で払われていた。こうした劣悪な労働条件に対する不満が高まり、1912年2月29日に、 アンドレーエフスキー近郊で偶発的にストライキが起こった。ストの直接の原因は、商店の一つが配給した肉が腐っていたことだった。3月4日、労働者たちは次のような要求を行った。1日8時間労働、賃金の30%値上げ、罰金の撤廃、食料配給の改善などである。しかし経営側の回答はそのどれをも満たさなかった。 ストライキ中央委員会は、レンゾロと所有の全鉱山にストを拡大し、3月中旬には6000人がストに入った。帝国政府は、キレンスクとボダイボに軍を送り、4月4日の夜、ストライキ中央委員会の全メンバーが逮捕された。翌朝彼らの即時釈放を求めて労働者が集まり、昼からは2500人ほどが検察官に、 経営側の戦王への告訴を求めるため、ナデジリムスキー近郊へ向かって、行進を始めた。しかし途中で行進は、軍と鉢合わせになり、兵士らが、トレシチェンコフ大佐の命令で労働者に対し発砲し、多数の犠牲者を出した。地元市ズベズダーの報道では270人、死亡、250人負傷であり、 後のソビエト連邦時代にはプロパガンダにこの数字が使われたが、鉱山からの4月5日付の報告の一つでは死者150人負傷者100人とある。これに対しロシアの大衆は起こり、中央政府に事件調査のための委員会を近郊へ送るよう要求した。事件後すぐ、経営側は労働者に新たな労働契約を提案したが、労働側の要求からはなおも遠かった。 虐殺の報道は全ロシアでのストライキを呼び30万人以上が抗議集会に参加した。4月には700件の政治的ストライキが起こり5月1日にはサンクトペテルブルク地域だけで1000件のストライキが起こった。レナ川の近郊のストライキは8月12日まで続いたが残った労働者が鉱山を引き払ったことで終結した。 一連の事件でおよそ9000人の労働者と家族が、レナ川の近郊から去っている。ドゥーマのレナ射殺事件調査委員会の委員長は、アレクサンドル・ケレンスキーであった。それまであまり目立たない議員だったケレンスキーは、この調査で一躍名を挙げて、ドゥーマの主導的議員の一人となり、1917年の2月革命後には、ロシア臨時政府に入閣し、首相にまで上り詰める。 レンソロとストライクイン1912アーカイブド2007年9月27日、アットザウェイバックマシン、レーニン、エスノートリトゥン・オーガスト10、1904インザ、スイス・マウンテンズ、ハットドキュメンツサイトアバウト、レナエクスキュージョン・イン 1912GV、チェロパッキン、パーソナルメモアーズ。ありがとうございます。